ケプラーインプットカタログとは、ケプラー宇宙望遠鏡の観測のターゲットとなっている、ケプラスペクトラルクラシフィケーションプログラム及び、約1320万個の天体が記載されているデータベースである。SCP は、ニマス、グリズフィルター等のスローンフィルターによって観測された。探査機が観測できるのは一部のみであるため、一覧のみでは、 ケプラーのターゲットの観測には使用されない。なお、すべての一覧には、21等級までの1320万の天体が記載されているが、これらのうち、ケプラーが検知できる天体に該当するのは、約450万から650万に過ぎない。キックは、探査機の観測視野に関する数少ない、包括的な製氷の一つである。キックは当時、 ターゲットを選択するための十分な情報の一覧が存在しなかったために作成された。一覧には質量、半径、有効温度、重力、金属量、および現行の情報も記載されている。キックの例としてはキック10227020がある。この構成にはトランジット信号が検出されたため、濃いマイナス730として、 ケプラーオブジェクトオブインタレストに指定された。ただし、惑星が確認されたキックのすべての構成が、ケプラーオブジェクトオブインタレストに指定されるわけではない。これは、ケプラーチーム以外の観測によって、トランジット信号が検出されたことがあるためである。これらの例としては、ケプラー78ビットがある。その他、キック846万2852には、 特殊な光曲線が観測された。これは地球外生命体によるダイソン生の可能性がある。ありがとうございます。